クオンジの本堂とミノブ山、ミノブ山山頂から、富士山、富士川とミノブ町を望むミノブ山ロープウェイの作道ミノブ山、ロープウェイミノブ山は、山梨県南駒郡ミノブ町と早川町の境に、ある山である。標高1153メートル。また道地にある日蓮州総本山駆動寺の三号でもあり、日本仏教三大霊山の一つという別名としても、 よく用いられる。山麓の標高400メートル付近に日蓮周僧本山である、三の山駆動寺があり、山頂にも日蓮が父母を忍んで混流したと言われる、奥の院を萌えおや夜閣がある。三の山の参拝客のほか、頂上からの眺望が良いため観光客も多く訪れる。三の山の周辺には、高取山、七面山などの山があり、いずれも、 日練習の修行の場でもある。山頂へは、ロープウェイで7分程度で登れる。山頂部には、奥の院と3つの展望台が設置されており、東と南側展望台からは、富士山がよく見え、天候が良ければ、駿河湾、伊豆半島を見晴らすことができる。特に3月中旬及び10月上旬には、富士山山頂から日が昇るダイヤモンド富士が見られるため、前後数日の早朝は、 官房や写真撮影の客で賑わう。北側展望台からは南アルプスや甲府盆地、七面山や早川町の町並みが眺望できる。山腹には雑木林が分布するほか、杉が植林されている。周辺には甲州盆歌に歌われた難点が見られ、山頂にはカタクリも自生する。仏法像と鳴くことで知られるこの葉ずくや、日本カモシカイノシシ。 月のワグマなどが生息する。クオン寺境台付近から標高差約760メートル50丁の山道があり、東側の尾根を回って登れ、徒歩で約2時間30分の道のりである。途中の25丁にある山行道までは自動車も入れるよう舗装されているが、一般客は自動車では侵入できない。この山道入り口をやや下ると見延山ロープウェイの クオンジ駅があり、山頂まで約7分で到達できる。また、他のルートとして、早川町方面からの登山道があり、美信町の飛び地である斜面山方面に通じている。この山道の途中からは、山の南西をめぐって、日蓮の草案のあった西谷方面に下山できる。美信山ロープウェイは、美信山の山麓と山頂を結ぶ山線構造式の作道である。 現在富士急行の持分法的用会社となっている、三延登山鉄道により建設され、1963年8月23日に開業した。当初、三延山山町へは、ケーブルカーによる輸送を計画し、工事が進められたが、軟弱な地盤や乗り面の崩落などによりこれを断念し、ロープウェイに変更された経緯がある。山陸の根治駅。 山頂の奥の院駅の二駅間の車長1665メートル、標高差763メートルを約7分で運行する。標高差763メートルは関東一である。平常時は20分置き、繁忙期には増発や運転時間延長もある。1981年に二代目ゴンドラとして日本ケーブル、向川車両により製造された。 定員45名のもの2両が用いられていた。2011年7月に半期、駅などが JR 九州や両備えグループの各車両や富士急行の富士登山電車などのデザインを手掛けた水戸岡英二によってリニューアルされた。二代目導入から40年が経過することから2021年1月31日をもって運行を一時休止し、 三代目ゴンドラに置き換えることが発表された。新ゴンドラでの運用は2月23日より開始される。2021年2月23日から運用されるゴンドラ2両はオ音号、鳳音号と名付けられた。ありがとうございます。